ごきげんよう、男っぽのです。さあ、今回やるゲームね、クラッシュオブトイズ。おもちゃを戦わせていって、おもちゃ軍隊を作るゲームです。なのでね、今回は、世界を滅ぼす最強のおもちゃ軍隊を作っていこうと思います。なんか戦ってんだけどね、とりあえずステージ1からやっていこう。さあ、おもちゃの戦いが始まるようだね。よし、開始。こっち、青チームだね、僕。僕、青チームだけど、2対1。何この一方的なバトル。これ、勝っちゃうよね。早速、まあ、最初だからこんなもんか。あ、かわいい。勝利の喜び、かわいいね。意外とこんな感じのゲームなんだ。さあ、世界を滅ぼす、おもちゃを、どんどん作っていきましょうかね。この、かわいらしいんだけどね。さあ、じゃあ、ステージにやっていきましょう。そう、敵増えたぞ。2対2。これは互角なバトルになりそうだ。さあ、頑張ってくれ。その剣でね、敵の顔面を真っ二つにつつ切ってくれよ。よし、いいぞいいぞ。こんな感じでやっていくわけだね。さあ、ステージ3やっていこう。てか、なんか、ここなんか、カスタム画面とか出ないんだね。珍しい。まだ出ないのかな。あ、なんだなんだ？おもちゃの宝箱。あ、開いたぞ。やった！新しいおもちゃだ！バイト。何？バイトでやると割れてんの？こいつは。いいねいいね。新しい仲間、いや、友達ができたね。おもちゃという友達ができたよ。あ、で、これ同じおもちゃとおもちゃを合体で組み合わせることができんのか。よし。合体。来ました。数減っちゃったね。3体になっちゃったのよ。4体いたんだけどね。さあ、でも4対3。これは、勝てるか？ 3 対3。頑張ってくれ。さあ、ぶった切って、いよいよ。強いな、こっちチーム。やっぱ数は少ないけど、合体させた方が、やっぱ、体力とか、パワーとかあるんだろうね。よし、じゃあ、ステージ4やっていこう。敵めっちゃ増えてるね。一回宝箱開けられるんでね、開けていこう。さて、新しいおもちゃ、バイトを手に入れたね。よし。君も友達だ。さあ、おもちゃという友達がどんどん集まってくね。さあ、いよいよ。みんな、かかれ。敵のおもちゃをぶっ壊していこう。いいねいいね。さあ、ちょっと、画面の端っこで戦ってるよ。何が行われてんだ、そこね。あ、戦い勝った。よくやったぞ、みんな。この調子なら世界を滅ぼすほどの力になれそうだね。よし。おもちゃ、なんだ？これは？何？おっと、敵。新しいおもちゃ、出てきた。おもちゃの兵隊だね。ちょっとこっちも新しいおもちゃ追加しよう。そう、君も我々の友達だ。さあ、みんな、かかれー。さあ、やっていくぞ。あ、このおもちゃの兵隊、遠距離タイプね。ラッパ銃で撃ってきてるっていうことか。よしよし、かなり生き残って、勝利。余裕だね。友達が増えていくごとに余裕になっていく。お、王家の射手。王様を守る兵隊だね。まあ、僕が王様として、この兵隊にね、守ってもらおう。それからここで、ここで、ここで、いや、広告が始まるんか。なんかよくわかんないけど、コイン1万も貯まったね。よし。じゃあ、ステージ6、やっていこう。さあ、命がけのゲームを始めよう。みんな、敵の体をね、バラバラに砕いていこう。さあ、いよいよ、残りは兵隊のみ。さあ、ぶった切って。全然余裕で勝てちゃう。敵もどんどんね、強くなってきてるんだと思うんだけどね。あ、そして、あ、やった！おもちゃの兵隊手に入れたぞ、こっちも。仲間に加わったってこと？いいねいいね、新しい友達だ。こいつはじゃあ後ろの方がいいよね。この辺に設置してやっていこう。さあ、いよいよ。これは強いね。また倒しやすかった。おもちゃの軍隊がどんどん強くなっていく。よし、我々の勝利だ。これも、この調子で仲間が増えていけば、国一つ滅ぼせるぞ。よし。
ちょっと手前に設置してやってみるか。さあ、敵の数でも、そんな増えてなくないこの辺から。さて、余裕だな、もう。さあ、楽々とクリア。ステージ9やっていこう。ここからちょっと増えてきたね、敵も。おもちゃの兵隊が6体。6体もいるとね、ちょっと厳しそうな感じするけど。まあ、余裕で倒しちゃうか。いいね、いいね。敵の体力全然ないね。よし、勝利だ。おっと、ここで、ステージ10来た。これ、そろそろボス来るんじゃないかな。このゲーム、ボスあるかな。来た。ネオ。でかそうだな、このおもちゃ。あれ見えないよ、そこに隠れてんのか、ネオ。よし、やってか。いけるかな、この数で。さあ、硬いな、やっぱネオ。すごいぶんますね。うわあ、みんな吹き飛ばされたよ、みんなが。あ、でも普通に倒せた。ボスだからね、めちゃめちゃ強いかと思いきや、そんな強くはなかったね。あ、新しいおもちゃが、来た！ネオ？もらえるの、ネオ。エピック。レアドエピック。え、待って、報酬ももらえるね、なんか。これもらっとこう。コイン2000。来た！ネオが仲間になってる。ネオはここら辺には設置できない。ここか。ここ専用なんだね。さあ。うおー、ボス級の仲間。いや、ボス級の友達が増えたね。恐ろしいな、ネオ。うおー。たまになんか必殺技みたいに出すね。つえ。全然ネオ体力あるんじゃないこれ。やるねー。でも、バイトが結構やれてきた。やっぱこの辺から敵もどんどん強くなってきてんね。敵も戦略的なフォーメーションだね。これを崩して全て倒していきたいね。さあ、いいぞネオ。バイトがやっぱやれてきてる。ネオ頑張ってくれ。ネオをね、こう、サンドバッグ状態にして、後ろからおもちゃの兵隊で狙うという、オッケー。まだまだやれるぞ、これは。さて、お、なに？あ、豚の貯金箱から、あ、いろいろ手に入れた。いいね、いいね。こういうのもあるんだね。さあ、ゲームを始めよう。オッケー、余裕で倒したぞ。今回も勝利だ。今のとこ一度も負けてないね。負けることあるのかな？一回くらいはね、負けてみたい感じはするんだけど。おっと、ここで。なんだ？ハンマー持ちか？あ、盾持ちか。新しいおもちゃがやってきた。盾持ちは硬そうだな。さあ、やっぱ硬い。そう簡単には倒せないか。お、いいね、いいね、ねよ。やるよ。さて、勝てるか？いよいよ、ちょっとずつね。一回ずつぶち壊せば。まあ、なんとか勝てるね。さあ、お、ミスターレゴ。おもちゃの箱から出てくるようになったってことだね。よし。とりあえずまあ、どんどん進めていくか。さあ、やっていこう。まあ、ネオがいればね、どのステージも余裕で勝てちゃうでしょう。さあよ、うわー、でもバイトがすぐやれて、やばいぞ！今回ちょっと厳しいか？いよいよ。おもちゃの兵隊もやれてきてる。オッケーオッケー、どうした？さあ、ネオの体力はもう半分。でもまだ半分あるのか。硬いな、ネオ。余裕で勝っちゃったね、今回も。コインが溜まってくね。ま、コインはね、どんどん集めていこう。まだまだね、追加でおもちゃ買う必要はないと思うんでね。まだまだネオがいればね、勝てるそう。おっと、これ。必殺技が強いね。このね、結構な範囲でね、全体的にダメージ当たるからね。これが一気に倒した。ネオの無双の状態やべえな。さあ、ステージ17、どんどん進めていくよ。おっと、敵も、すごい形だな。さあ、このね、ミスターレオが増えてきたね。さあ、クリオそろそろ必殺技。来るか？来た。でも倒せない。ミスターレオ、硬い。さあ、まだ力を溜め込んで。さあ、来るよ、そろそろ必殺。来た！
やっぱ破壊って爽快感あるね。よし、次の敵のおもちゃをね、壊していこう。おっと、宝箱から、お、新しい仲間、ミスターレイゴー来た。いや、なんだそのゴリラみたいな動き。ミスターレイゴーも僕の友達になってくれたようだね。じゃあミスターレイゴーは、手前に設置したんよね。こう、おとりになってる状態で、後ろから、おもちゃの兵隊で狙うというね。まあ、こういったゲームってね、こういう戦略がね、いいと思うからね、やっぱり。いいね、いいね。でもさすがに、ミストロレゴも、だいぶやりてきてるね。頑張れ、耐えてくれよ。まあ、でもネオが強いね。全然体力あるという。さあ、次のステージ。そろそろ来るよ、ボスが。ボスが待ってるよ。ここもね、とっとと終わらせちゃおう。余裕で勝利。いいねいいね。さあ、来ました。レベル20。ここも恐ろしいボス来るだろうな。さて、ゴジラ。レア度はレジェンド。めっちゃレア度高いな。おもちゃのゴジラがやってきたか。しかも敵数多くない？敵も本気出してきたね。いや、ゴジラ、すごいな、パワーが。いよいよ頑張れ。うわー、いや、だいぶやれた、今ので。なんだ、今の攻撃。大切なおもちゃたちが壊された。ゴジラを倒さないと世界が終わってしまう。ネオ、世界を救うんだ。やりました。今日も僕たち、世界を救いました。いいね、いいね。お、100円でゴジラもらえるのかな？いや、いらん、いらん。100円あったらね、ジュース買いたいよ。さて、ここでもね、もう結構もらえるんでね。ここでもね、いろいろ報酬もらってこう。今までコツコツとコイン、2万3000ほどもね、貯めてきたんで、そろそろ一気に使いたいと思います。さあ、一気にコインを使って、このね、おもちゃを買いまくろう。いよいよ。どんどん開けちゃうか。お金があるとね、こんなおもちゃ手に入るのね。いいねいいね。おもちゃだらけ。おもちゃの友達がどんどん増えてくね。さあ、あ、ここでもう限界か。よし、じゃあ、いろいろね、組み合わせていこう。めっちゃ増えた。さあ、組み合わせて、組み合わせて。いよいよ。こんな感じになりました。相当強くなってるよ、これ。よし、やっていこう。これもう一瞬で終わるんじゃないかな。まあでも敵も強くなってきてるからね。どうだ？さあ、いよいよ。ネオ、頑張ってくれ。ミストロレゴも頑張ってくれ。バイトもいいよ、いいぞ。その調子だ。みんなやるね。ということで、僕、世界を滅ぼすほどの力を手に入れたんじゃないでしょうか。このおもちゃたちでね。まあ、でもそんなことはしたくないんでね。今日はこの辺で終わりと思います。それじゃね。